ディスグトックンディスラバは無線 LAN 用のネットワークカードに付属する Windows 向けデバイスドライバを Linux で使えるようにするフリーソフトウェアである。すなわち Linux カーネルに Windows カーネルの一部機能とんですの API の実装を互換レイヤーとして提供するソフトウェアである。多くの無線ネットワークカードベンダーは Linux 向けドライバをリリースしていないので Linux ディストリビューションにはディスラッパーが含まれていることが多い。ディスラッパーは Linux 上でネットワークカードの Windows 向けドライバーを利用できるようにする。最低限ドライバーのインフファイルとシスファイルが必要である。例えばドライバーという名前のドライバーがあるとする。ファイルとしてはドライバーインフとドライバーシスがあり、ベンダー プロダクティドは0000、0000であるとする。ディスラッパーはドライバーをエッセトラ、ディスラッパー、ドライバーにインストールする。このフォルダには以下の3つのファイルがある。ディスラッパーのグラフィカルなフロントエンドとしてディスグトックやディスカンフィグがある。これらを使うと完全にグラフィカルな環境でディスラッパーを使うことができる。類似のプログラムとして次のものがある。 ドライバーローダーは、ディスラッパーと同等の機能を提供する、Linux 向け商用ツールフリーブスドよびネトブスド、ベースの同等プロジェクトとして、プロジェクトエビルがある。ディスラッパーとほぼ同じ方法だが、オパンブスドは半バイナリブロブ主義であるため、プロジェクトエビルには参加していない。プロジェクトエビルには、ディスラッパーの USB サポートなどの機能が存在しない。ありがとうございます。